さんこんにちは、はるかです。今日はですね、皆さんお待ちかねですよね。ね、やっとやっとワシントン大学キャンパスツアーをしていきたいと思います。拍手。キャンパスツアーの動画をもっと前にやりたかったんですけど、ワシントン大学の名物の一つがこの桜なんですよね。でやっと咲いたので皆さんに見てもらいたくて4月まで引き延ばしてました。ごめんなさい。なんとですね、この桜たちはですね、日本と関係あるんですよ。日本のどっかのグループから送られたものなんですよね。道理でジャパニーズ魂がくすぐられますよね。ちょうどこの時が多分桜全盛期で、アメリカ人でもお花見をしている人がとっても多かったです。今私がいる場所は正式にはリベラルズクワドレンゴって言うんですけど、普通はクオッドってみんな呼んでいて、大学の中心部に位置する場所です。ここにはその日本から来た30本の桜があって、吉野チェリーツリーズっていうらしいです。ソメイヨシノの吉野から来てるのかな、わかんないですけど、今日はですね、最初に言った通り皆さんにワシントン大学のいることいらぬことを紹介していきたいと思います。まずはですね、この大学のプチ情報から。2016年の情報なんですけど、ワシントン大学は4万6000人の生徒を抱えるマンモス校です。普通のアメリカの大学ってだいたい1万人とか2万人ぐらいなんですけど、すごくそれと比べても多いですよね。ローカルの人たちには UW って呼ばれています。アメリカの大学にはそれぞれシンボルみたいなのがあるんですけど、 UW の場合はハスキーです。生徒をまとめてハスキーズっていうことも多いです。敷地も広くって、多分シアトルのダウンタウンと同じくらいあるんじゃないかなと思います。それではまず私がよく行くお気に入りのビルディングたちを紹介したいと思います。まずはじめはビジネスビルディングですね。ここはビジネス専攻の建物で、私全然関係ないんですけど、雰囲気がすごく好きでよくここに作業しに来ています。ワシントン大学はビジネスとエンジニアがすごく強いので、学校もお金かけるんです。この大学のビジネス専攻はすごい難しいイメージしかなくって、アメリカの大学入るのって比較的簡単だと思われていて、私もそう思うんですけど、ここのビジネス入ろうとしたら GPA が 3.8 とか9あっても足りなかったりするので、ちょっと他の学部とはひときわ違うイメージですね。あそこ暖炉で普通燃えてて好きなんです。今日泊まってるんですけど。建物は結構スケルトンなんで、天気のいい日とか本当に最高です。大きいビルディングだと結構カフェが入ってるんですけど、なんせ生徒数も多いので、休み時間のたびに長い列ができます。フォトジェニックですね。ビジネスの授業はグループプロジェクトがすごい多いらしいので、こういうチームルームもこの建物にはすごくたくさんあります。さてさて、次は法学部のビルディングに向かいます。ビジネスビルディングから近いんですけど、その間にも綺麗な建物があったりします。アートビルディングだったかな、そこには何もないので割愛。ただー、これが法学部棟ですね。友達に勧めてもらって来てみたんですけど、本当に洗練されてて真っ白で、2階とか天国にいるみたいな感じ。地下に行くと図書館になっていて、ここもね、誰も喋んないからすごく集中できていいんですよね。ちなみにこのシアトルキャンパスだけで14個の図書館があるんですよ。年間500万人くらいの使用者が来るらしいです。でね、図書館に大概スキャナーがたくさんあるんですよ。ここには映ってないんですけど。っていうのは、アメリカの教科書ってすごい高いんですよね。3ヶ月しか使わないのに、1冊下手したら数万したりするんですよ。フレッシュマン1年生とかはみんな張り切って高い重いその教科書を買うんですけど、3年生とかちょっと慣れてくると、みんな学期の始めとかに図書館に一気に教科書借りに来て、数百ページ一気にスキャンして、それでその学期済ませたりしてます。以上、図書館豆知識でした。図書館といえば、欠かせないのはスザロライブラリーですよね。前に一回紹介したと思うんですけど、ワシントン大学といえばここなので、もう一回やりますね。この日も平日だったんですけど、この図書館には観光客の人が集まっていて、絶対いるんですよ。ハリーポッター図書館見に来る人。この大学ってシアト
トルに来た時の観光地みたいにもなってるので、なんかちょっと変な感じですけどね。私にとっても観光地だったので、そこに通ってる感じが。ここのスタバも前も紹介したんですけど、去年の秋にリニューアルされたばかりで、やばいですよ。毎回休み時間に人の列がこの部屋に収まらないくらいになるので。話全然それるんですけど、スタバに来るたびに思うんですけど、タピオカそろそろやってくれてもいいかなと思って。もうユニコーンフラペチーノやった時点で一皮むけてると思うんですよね。もしスタバの関係者の方いましたらいかがでしょう。この階段も見飽きたかもしれませんが、構わずに行きます。この感じを見るとハリーポッターの入り口な感じですよね。結構ここ貸し切って結婚式したり、まあ撮影だけかもしれないけど、撮影してる人とかもいてメディアに出ることもあるみたいです。2016年にガーデン誌によって米国の最も美しい図書館としてこのスザロライブラリーが選ばれました。ハリーポッターの図書館っていうのが世界にいくつかあるんですけど、この図書館もその一つとしてカウントされてます。納得ですよね。運よく外にハスキーがいたので、どうぞ。ワンワン。スザロライブラリーからまっすぐ降りていくと、これまた有名な噴水が見えてきます。もう少し天気が良くて夏ぐらいになると、後ろにマウントレイニア、あの有名な缶コーヒーのやつですね、それが見えてくるんですよ。あの本当にシアトルに来ようと思ってる人とか考えてる人、アメリカのロケーションを選んでる人、シアトル基本的に申し分ないんですけど、治安とかね、交通の便とかね、いいんですけど、でも唯一天気なんですよね。夏はすごく気持ちよくてカラッと晴れてクーラーもいらないんですけど、その他の季節がね、雨だらけなんですよね。噴水に近づいてきましたね。なんか知らないけど、この日噴水がすごい全力でですね、すごい頑張ってたんですよ。いつもこんなやる気出してないんですけどね。ラッキーでした。よくカモさんがここら辺で歩いてるんですけど、この日いなかったですね。次はその噴水から東側にあるハブに行ってみたいと思います。ハブっていうのはなんかの中心っていう意味なんですけど、ここはよく生徒が集まる場所で、ご飯食べたりとか、クラブアクティビティとか、スチューデントリーダーシップセンターとかがある場所ですね。みんなここで昼寝したりしてます。下にはフードコートみたいなところがあって、でちょうどこの時がね、お昼時で人がぎゅうぎゅうだったので、その感じも見てみてください。早速ピザ持ってますね。このカフェが新しくできたカフェで、今学期からオープンだったんです。前まであのサンドイッチのサブウェイだったんですけどね。ここのピザ屋さんが美味しいんですよね。あのピザが一番定番でよく見ると思うんですけど、ペパローニって言います。私はハワイアンが好きです。あのパイナップルとか乗ってるやつ。アジアンフードも人気なんですよね。第2のスターバックスですね。タピオカお待ちしてます。ハブにはですね、リクリエーションの場所もあって、私も言うて初めて来たんですけど、ビリヤードとかボーリングができるところがあります。私はボーリングガーターとかしか取ったことないです。それからもっと東にさらに行くとですね、私が最もお世話になっているであろうジムがあります。 IMA って呼ばれてます。スムージーとかもここで頼めます。腹筋を終わるのが趣味でですね、本当に週3とかでこのジムにはお世話になっていて、私日本でもジムには行ってたんですけど、日本だとあんまり女の人がフィットネスしてるイメージないですよね。でもアメリカだと女の子たちも普通にジム行ってスクワットとか腹筋とかゴリゴリにやってるので、とっても行きやすいですね。プールもあります。クロール 25m が限界です。上の階が特に私お世話になってる階でですね、ランニングトラックがベースになってるんですよ。でそのそばにマシーンもあって、開放感がすごく好きなんですよね。このバスケコートも何箇所だろう、4箇所ぐらいあるんですよね。ボールとかそういうのも借りられるので誰でも遊べます。もう少し歩いていくとボルダリングができるところがあります。これ登るより降りるとき怖いですよね。岩から手離せない。最後はですね、カーディオコーナーですね。
私は脂肪を落としてから腹筋割りに入るタイプなので、カーディオもすごく大事です。ジムの隣にはですね、ハスキースタジアムっていう大きなドームがあって、基本はアメフトのためのスタジアムなんですけど、卒業式とかもここでやるんですよね。アメリカの大学ってどこも本当にフットボールに力を入れていて、アメフトの推薦枠とかもあるんですけど、ハスキーっていうのももともとワシントンハスキーズっていうフットボールのチームなんですよね。ある意味その学校のスポーツ代表みたいな感じです。この大学はですね、ユニオンベイっていう、ベイ、海、湖、なんだそれに囲まれていて、あんまり知られてないかもしれないんですけど、私がすごく好きな場所で、ハスキースタジアムからもう少し進むと、そのベイが見えてすごく綺麗な景色が見れるところがあります。ワシントンはその湾、海とか山にも囲まれてるので、アウトドアとかもできる場所なんですよね。スキーとかハイキングとか、そういうのができる場所としても有名です。なのでそういうアウトドアが好きな人とかにもおすすめな場所ですね。私はよくここに来るのがすごく好きなんですけど、リラックスできるので、もっとね、ワシントン大学いっぱいあるんですよ。図書館がまあ14個もあるところなので、もっともっと見せる部分はあったんですけど、私が好きな場所とか、よく人が来る場所をだらっと見せると大体こういう感じかなっていう雰囲気を楽しんでもらえればすごく嬉しいです。久しぶりの留学関係の動画だったんですけど、いかがでしたでしょうか？もしこのチャンネルがいいなと思ってチャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。